プレーボールまであと25分と迫ってまいりました。早くから神宮球場に来ていただいたソロスファンの皆さん、こんばんは。ソロスタジアム DJ パトリック・ユーです。ワークルから準備していいね。雨の中ご来場ありがとうございます。そして東京ヤクルトソローズマスコットポルクーヤー、はい、ダンスチームパッションとともに盛り上げていきましょう。よろしく。さあ、この3連戦はですね、ソローズクルーデーでお送りしております。昨日の第2戦、神宮球場盛り上がりました。昨日はですね、青木選手が放ちました今季第1号のホームラン、1点を守りきってソローズが勝利いたしました。石川投手ね、21年連続の今季初勝利、本当にナイスピッチングでした。守ってはね、太田選手、長岡選手のファインプレーもありましたし、内山壮真捕手がね、ランナーを刺す強肩ぶりも見せてくれました。そして投手陣は勝利へのリレー、素晴らしいゲームでした。さあ、今日もですね、スワローズはこのクルーユニフォームを着て戦っていきますけども、雨が降ってますけどもね、スワローズファンの皆さんの応援も力でスワローズの勝利へと導いて、そしてこのカード勝って勝ち越しましょう。今日の応援よろしくお願いします。応援団のみんな、今日の応援のリードよろしくお願いします。会場ありがとうございます。共に気持ち、手拍子応援で試合を盛り上げていきましょうね。よろしくお願いします。さて、ご来場いただきましたすべての皆様にお願いです。飲食時以外は必ずマスクの着用をお願いいたします。そして大声を出しての応援はお控えください。ご協力お願いいたします。さて、ここでチケットのお知らせです。東京ヤクルトスワローズ公式チケット販売サイトスワチケでは、5月19日の阪神戦までのチケットの販売を行っております。5月の試合が終われば次のタイガース戦は7月になってしまいます。ぜひチケットをお買い求める上、神宮球場へお越しください。スワローズファンの皆さんもタイガースファンの皆さんも神宮球場でお待ちしております。そしてここで皆さんに、お伝えしたいことがあります。本日の試合もつば九郎とつばみがお休みとなります。出演を楽しみにされていたファンの皆様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。それではソローズプレイヤーズウェルカムコメントいきましょう。 Here we go。 東京ヤクルトスワローズの青木宣親です。本日もご来場ありがとうございます。今日も全力プレーでチームの勝利に貢献します。今日も熱いご声よろしくお願いします。はい、昨日ね、決勝のホームランを放ちました青木さん、今日も活躍期待しましょう。さて、今シーズンもヤクルト球団神宮球場では新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたさまざまな取り組みを行っております。皆さんどうぞスーパーカラービジョンでご確認ください。ゆうちゃんのチャンネル登録よろしくお願いします。